バランです。今日はフレームを3連につなげて作るちょっと大人っぽい秋カラーのピアスを作っていきます。今日使うものは透明のレジン液、ビトラーユ着色剤のディープブルーとホワイトの2色です。そして形は24ゲージの細めのワイヤーと丸カンを使っていきます。まずワイヤーを15センチと10センチくらいにカットします。で、今日は道具をほとんど使わずに形を作っていきたいと思います。私は今回ちょっとこうひょうたんのような形をイメージして作ってみたいと思います。で、この時に爪なんかが当たってしまうとこうカクカクっていう形になってしまうので、ちょっと気をつけながら形を作ってます。少しつまんで曲線を作ります。反対側のまっすぐになっている部分も少し曲げます。そうするとこのつなぎ目が違和感なくくっつきます。もう一本はこの一回り小さな形を作ります。
こんな感じで今日のピアスが完成しました。でこれこんな風に3つつなげた時にちょっと何か寂しい感じがして、ただ特別なパーツを持っていなかったので、こういう時はあの丸カンをこういくつも上にジャラジャラっとつけてあげるとちょっと華やかになるのでおすすめです。あとこのピアス金具、前回のお湯丸で使った3コインズで購入したピアスなんですけど、下のプレート部分を使ったのでこの金具部分が余っていたので今回はこれにくっつけました。ちなみにあの3連で作らなくてもこの2連タイプでも可愛かったです。今回は久々にワイヤーを使ったデザインにしてみました。この秋にぴったりな色味で作ったのでぜひ参考にしていただければ嬉しいです。またぜひ次回の動画もご覧ください。ありがとうございました。